自分しか知らない無夫婦なことってありません？ちょっと急すぎてわかんないです。質問事項が。自分は面接で言われたらどうしようと思います。就職の。ありませんって言います。端的に言うと、うん、僕、鶴村健一さんの誕生日に、うん、備前焼きのお茶碗、それを奥様である坂本麻彩さんの分と二つ買ってプレゼントしたんですよ。素敵。そしたら鈴村さんありがとうなんて言って受け取ってくださったんですけど、うん、まあ使ってくださるかどうかわかんないじゃないですか、うんうんうん、まあでもね、まあ、それはねプレゼントってそういうもんだから、うん、そしたらまあ知ってる方もしかしたら少ないかもしれないですけど、はい、坂本麻彩さんの事務所はイコール僕の事務所なんですね。回りくどい説明でしたけど、今、はい、なので事務所に行けば時折会うんですよ。あ、そうなんですね、はい、で、あーどうもーなんて言ったら、あ、この間ありがとうって言って、うん、なんかわざわざ来てくれたんだっ て、うんうんうん、でね、誕生日プレゼントまで使わせてもらってますって言った瞬間に、うん、あ、そうですかって言ったけれども、はいはい、心の中でよしよし、おなぜならば、なぜならばその備前焼きのお茶碗、俺の分も買ってんの。つまりわかる？これ。俺、坂本麻彩と同じお茶碗でご飯食べてる？っていうのを、俺だけが知って、ニヤニヤしてる？そのエピソードあってはなんかありますかで出るかよ。なんだよ、その、他人夫婦茶碗。他人、夫婦他人茶碗のやつ。だからもちろんそうだし、うん、鈴村、健一ファンにしてみたら、うん、これたまらないでしょ？たまら、もうそう、たまらない。俺、鈴村さんと同じお茶碗だから。いいですよ。あのね、お前がいない方が話がスムーズ。二人でちゃんとそのお茶碗使ってんだなって。いやいやいや。いい夫婦だなって終わった方が。いやいやいや誰の、誰のラジオかって話ですよ。タイトルをちゃんとご覧くださいよ。浅沼慎太郎と橋崎武志のでしょ？うわー、すごいね。そういうのありません？たまたま出演者が全く同じになりますけども。おっとおっと、鈴村くんがある日着てきたカーディガンが、はい、俺も持ってるのと同じやつで、はい、あ、これうちの嫁に選んでもろたんや、みたいなこと言ってたから、あ、じゃあ俺もあれも、坂本麻彩で選んでもらったってことにしよう。だって同じだもんなんて。それおかしいじゃん。それ、しようは別のじゃん。それはおかしいって。でもまあバーチャルでね。バーチャル、そうそうそう、思ってる。じゃあ、うん、こうやって選択してるんだ、みたいな。そうそうそう。じゃあ俺、どっかのタイミングで、麻彩さんって柔軟剤何使ってますって聞いてみますわ。お、そう、ほんと聞けるんだったら。ね。ほんとお願いします。そしたら、うん、これちょっと、たけしに似合うと思ってって持ってきたことに俺もうなってますから。そうそう。ちょっと肩測らして、なんつって、一回後ろにつけられたことに俺の中でもうなっちゃってるからね。これが思春期ですよ。これが思春期、皆さんお分かりですか？ね、お分かりですか、うん、確かにね、その我々そのタレントさんとね、うん、たまたま近い位置にいますから、たまたまって。はい、皆さんがね、見てないようなとこ。うん、あれ、俺誕生日にいつも、一番にメールくれるの、神谷くん。ああ、いいな。これいい話でしょ。俺、毎年誕生日に、ちょっと遅れでメールのやり取りするのは石田明さん。あ、すごーい、すごーい。この間も送ったら、うんうん、すいません、遅れてって言ったら、うん、遅れてもペナルティーはないですよっていうのが。いや、素敵。いや、俺あれ、広橋の誕生日に送ろうと思って、あ、でもこの時間に送っちゃったらちょっと、一番手っていうのなんかあれだなと思って、1時間ぐらい待ってから、はい、いやいや、出遅れちゃったけど、なんてわざわざ、うん、出遅れちゃったけども、誕生日面倒した、うん、鷲崎さんが一番でしたって、ああ、1時間お前か、あ、ごめんなんか、じゃあすぐ送れよかったなんつなんかそういうのありますよね。夫婦なのかどうか、わかんないですけどもね。ジリさんありません？そういう。いや、僕ちょっと声優さんじゃなくて申し訳ないんですけど、はい、ラーメンズの片桐仁さんの誕生日の時に、はいはい、片桐さんが地方に公演に行かれてたんですよ。はい、で、12時超えたぐらいに、片桐さんの方からメールが来て、あ、うん、あ、今メールしようと思ってたのに、と思ってたら、いいアダルトサイトを今探してるんだけど、知らないかって。迎えた瞬間に。いい話。
で、今節丁寧に教えて、うん、最後に、うん、あとお誕生日おめでとうございます。あのね、ジュリーさん、話が違う。あ、出た。前回から思ってたけど。この子間違うんだよなぁ。出た、このパターン。納品が全然違う、ね。誕生日のとこだけ救っちゃった。そうだ。発注書と全然違うもん来てるもの。あれ、おかしいな。出口出たらもう、沼に。トンネルを抜けると沼でした。踊り子ビチャって、踊り子じゃねえ。踊ってないよ。踊ってなかった。違う川端だったもん。いやー、なんか、あるじゃないですか、いわゆる、はい、その、小学校の時好きな、この、笛舐めたみたいなエピソードとか、よく有名じゃないですか。普通に言いますけども。僕ないんですけど。僕もないですよ。聞くじゃないですか。僕もないですよ。はい、僕あるのは、好きな子の鉢巻きを盗んだことあります。え？何それ何それ、いやいや、ギッてした目で見てるけど、どうこのエピソード、ギッみたいな目で見てるけど。違う、盗んだって言うとちょっと違うな。あの、落ちてたんですよ。ああ、校庭に、うんうんうん。ゴミのように、うん。靴跡とかもついてて。うん、ああ、なんだよ、こんなとこに鉢巻きがあって。うん、ってパッて見たら、うん、好きな子の名前が書いてあるんですよ。あら。持って帰ったっていう。あれ、全然いい話じゃない。教室の、はい、テーブルあるじゃないですか。ね、はい、で、結構近いじゃないですか、テーブル同士ね。はい、で、好きな子の机の横を通るときに、うん、もう何年も普通に通るときに、うん、絶対に体の部分が当たるんですよ。はいはいはい、で、これ、俺好きな子の机に、俺の体のフロント部分を当てるわけにはいかないと思って、いつもケツだけ当ててました。どこも当てないことにはいかなかったんですか？ちょっとそれはね、構造上。ああ、そうですか。そうですね。道の問題ですか。ああ、でもなんかわかる気がする。政府の整備がもうちょっと。わかる気がする。わかる気がする。俺の中ではそれピュアな思いだったんです。あいついつも私の机にケツを押し付けてくると思ってたかもしれないけど。それはそれでね。はい、そんなところで。終わった終わった。なんだ、そういうもんだったな、これ。あれ来てます？普通歌ですか？はい、あのね、今回もね、いっぱい来てる中、うん、普通歌部分は全く見てません。うん、コントが成立してるものだけを、はい。抽出したらですね、この一通でしたね。おっと一通。シェルタイムさんからいただきました。はい、謎かけです。はい。音楽番組とかけまして。音楽番組とかけまして。狩りと解く。その心は？どちらも、歌なければ意味がないでしょう。はぁ、あ。まあ、70点ですね。だって、狩りって別にね、銃がなくてもできますからね。そうですよね。うん、さて、この番組には筋肉マンのコーナーがありますが、お二人はプロレスを見ますか、はい、もし見ているのであれば、どの団体選手技が好きか教えてください。俺はでも昔だった。しかも昔の女子プロ。あー。本当にもう一番。女子プロ面白いですよね。いや、面白いの。今も面白いんだと思うんですけど、あんまりちゃんと知らなくて、うん、昔のそれこそ対抗戦の頃の、はいはいはい、一番女子プロが、世間的に売れた頃っていうのかな、うん、の女子プロは見てましたね。だって能見佳代選手なんてすげえ美人だったし、超可愛かった美穂佳代ね。そう、超美人だ。美穂佳代割と近くで接近遭遇しましたね。僕が昔働いてた音楽スタジオがあったんです、三鷹に、うん、でそこの大きめのスタジオをイベントスペースとしてたまに使ったんですね、うん、そこにもうほとんど、今でもこそ多いんですけど、うん、当時全くなかったプロレスラーのトークショーっていうのをそこで開いてて。はいはいはい。で、美穂佳代を来てくれて。へ、う、ぇ、ん、照明当ててました。僕はマスクマンが好きで。はいはいはい。で、なんでかっていうと、空中殺法系が好きなんですよね。はい、もうわかります。ルチャと言われる。そりゃもう、燃えますよね。うん、まあ、足しげく見に行ったりとかではないんですけど、うん、時折こう招待されたりとか、うんうんうん、一緒に行かないとかって言われて、うん、女子プロは2回ぐらい見に行ったかな。で、うん、男性プロレスの方、男性プロレス普通のプロレスの方は、5回ぐらいかな。そうそうそう。俺、ラスカチョーラスオリエンタルスっていう。はいはいはい。まあその、うん、コンビがいたんですね、うんうん、女子プロに、うん、それの自主興行ってやつに照明で行っててなんで照明、うん、そう照明やってたんですよね、うんうん、俺ドスカラスにも照明やったことありますいいなでしょ。そのラスカ町の自主興行の時には何にも関係ないライオネル飛鳥さんが普通に来て、はい、もうすごいいい人でした
もうね、レスラーの方々ってあんなヒールでもね、うん、全然いい人なんですよ、ね。いや、いい人。お会いした人は、お仕事で登竜門さんとかね、うん、絡んだこともありますけど、みんないい人ばっかり。うんうん、プロレスは、だから最近はあんまり見てないですけど、ちっちゃい頃とかゴールデンタイムにプロレスやってましたもんね。そう、我々はね。要は猪木、藤浪、ホーガン、タイガーマスク、長州の時代、うん。はい、時代ですよね。だから、結構昔は見てて、まあその流れで筋肉マン好きになったのかもしれないっていうぐらい。だって当時ブームでその筋肉マンも、それを、うん、その、うん。起きて破りのサソリ固めって言ってましたよね、確か。言ってました、言ってました。おそらくこのプロレスラーを、モチーフにしたんだろうなっていう超人いっぱいいました、ね。いました、いました。テリーマンなんてそうですもんね。ああね、もう完全にそう。テリーファンクですから。うん、うん。そっか、それも知らないか。そうだよね。そうですよね。そうか、そうだよ。テリーファンクだよ。うん。うん。テキサスブロンコだよ。そうそうそう。どんな技が好きかって。技？でも、その、もうオクラホマスタンピートまで行っちゃうと、割ともう、いや、昭和プロレスだけど、平成プロレスにも近いって、なんて言うんでしょうね。あもっとなんて雑な技。ああ。雑な技が好きだった。俺、なんか、ムタ選手とかの、おうおう何でしたっけ？スペーシングエルボーとか。あら、違うっけ？シャイニングウィザードとか。シャイニングウィザードとか。スラッシングエルボーですかね。あそう、スラッシングエルボーとか。なんか、ムタ好きだったんですよね。なんか知んないけど。まあでも、それ系がやっぱ好きだったんだ。うん、僕ね、アッポラカマタっていう。はいはいはい。知ってます？知ってます。ブッチャーの小型みたいなやつ。知ってます、知ってます。これが、そう、そう、ブッチャーの小型で、ドロップキックとかしても胸板まで届かないっていう。超可愛くて好きだったな。こんなもんかな大丈夫大丈夫だ。大丈夫かなだって通過したやつだもん。そうですよね。うん。うん、お前の好きなのも書けよ。はい、というわけでじゃあ始めましょうか。浅沼慎太郎と鷲崎健の一人暮らしが終わりません。今回タイトルコールしてくれたのは東京都在住の独身女性下田あさみさんでした。なんだろうなこんなだっけ下田さんの声って。そうだからびっくりしたの。え、誰って言っちゃった。あとそんなじゃねえしタイトルも。そうなん、そうなんです。なんで一人暮らしが終わるんですか。シェアしろシェアしろよ。何の目的があってそんな言い方してる、うん、気持ちを乗せてくんじゃねえよと。人質のタイトルコールにそういう気持ち乗せてくんじゃねえよ。なんかもっとハッピーな感じにしろよ。そうだよね。どうしよう。いくらね、うん、個人がアンハッピーだとは言え。役者なんだから。そんな感じのタイトルコールね。朝ポン大丈夫？大丈夫。今だけ、今だけどね。うん、いけない。大丈夫だよ。朝ポン可愛いんだから大丈夫だよ。そう、大丈夫だよね。そうだよね。ダダダッツダダダッツ。ごまかすときのやつだ。ねえ、ということで、本当どうもありがとうございました。大丈夫だよ。はい。これが番組エンディングで時間がないんだったらと思ってた。オープニングでこの感じだもんね。ねえ、っていうことね。なんかお知らせがあるって。あ、これは僕が言いますか？はい、お願いします。響き、ご存知ですか？ご存知です。なんか、パーパー、パーパーなんかいっぱいラジオやってるやつ、あるでしょ？ポコポコ、なんか、ラジオっつったら僕らもう、AM とか FM とかそういう電波を受信するのがラジオだっつって思ってたら、なんか、インターネットでラジオを聞くとか、わけわかんねえこと言ってやがるんですよ。この番組がそう。まあ、端的に、まあ、わかりやすいように、例を出すならばですよ、はい、身近で、はい、サンプルを摘出するならば、うん、この番組がそうですけども。その、ひびきさん。はい。お世話になっております。はい。ひびきさんのですね、ホームページ。はいはいはい。ね。ホームページ、アプリがリニューアルしました。あらあら。ね。うん。キリバン踏んだ方は絶対に報告してくださいね。だから懐かしいな。懐かしいやつです。懐かしい。魔法のアイランド。
違う違う違う、それじゃねえよ。で、こちらに関してですね、はい、リニューアルしたことにおいてですね、まあ、一つ皆様にお伝えしたいことがありまして、うん、こちら、バックナンバー。はい、はい。番組のバックナンバー。大変見つかりづらくなっております。おー、リニューアルマイナーチェンジってそういうことじゃないじゃん。そうだね。ああ、そうなっちゃった。そうなんです、そうなんです。二重、隠し二重本棚の、エロ本置くとこと同じところに、バックナンバーを置いてる。思春期っぽい。お母さんに絶対見つからないところにね、だってバックナンバーを置かなきゃいけないから。なるほど。それで、どこにあるんですか？エッチなビデオにも、プロ野球ニュースって書いてますからね。見られないようにね。なんかなんですか。逆にプロ野球ニュース見たくてバレちゃう。そうなんだよ。なんでプロ野球ニュース見たがる。どこにあるんですか？どこにあるかは知りませんよ。いや、書いてあるじゃん。土日の欄に、はいはいはい、過去5回分は残ってます。これも皆さん今回だけですよ、教えんの。本当は皆さんで見つけるっていうゲームですからね。そうですよ。あの必勝本だってね。うん、そうですよね。あのもうすごいところまでは書かないわけですから。そう。自分で見つけてね。そうですから。自分でクリアしてこそのゲームですからね。はい、あと会員登録っていうのができるんですね。うん。でこの会員登録した人が使えるチャプター機能は、うん、この番組では無効です。なんで？この番組ではその技かかんないの。あ、そうなの、うん、あるでしょ。会員登録って技も、うん、その無効にしちゃう、向こうの魔導士がいいでしょ。ふん、ゼロ。うちの番組は、その技が効かないんです。はぁ、うん。向いてないっていうのを言ってた。チャプター機能を使うには向いてない番組。チャプター機能に向かない番組。はぁ、なんでタイトルコールが20分とか経ってからやるから、うん、あとね、コーナーを全くやんなかったりするから。ああ、なるほどね。うん。ああ。ということで、対象外なんですって。でも、会員登録しなくても、この番組は聞けるんだよね。うん。ははは。会員登録した人にだけ、うん、その、この番組を楽しむ方法はないわけですか？だから、会員用の、うん。なんかとか。なんか。今日の、なんか、みたいなのとか。そうそうそう。この番組がすげえリバービーに聞こえるとか。聞こえますね。全部で結構なデシベルのリバーブをかけた状態での納品を、会員が一回納品したらいいだけなのに、わざわざリバーブバージョンを、ディレクター北迫も作るんですよ。なるほど、なるほど。まあ、大変ですよね。それか、会員登録した人だけ俺たちの声が中尾明みたいに低くなってるやつで聞けるって。これはね、うん。なんかちょっと考えてもらいたいですね。そうですよね。そうですよね。セックスの代わりにそのオンエア時間がすごく伸びますしね。そのスピードをゆっくりするから。長時間楽しめますしね。音楽も違って聞こえるわけですから。違って聞こえますから。続いて。はい。続いて、思春期が終わりませんイベントのお知らせです。はいはい、毎回ね、ここをずっと言ってますけども、うん、トークイベントが岩手であると。そうなんです。トークイベント、in 岩手思春期が終わらねがんす。終わらねがんす。はい。12月の6日日曜日。なんかいいよねんと。はい。17時から。うん、やりますぞと。聞き飽きたわと。うん。うん、でもなんで言うかっていうと、まだ埋まってはいないから。そう、まだ埋まってはおりません。うん、まあでも、これぐらいあったらカッコつくんじゃないのっていう、その、感じ、うんうんうん、はクリアした。そうそう。お客さんが来たけど、なんか全然お茶受けがないけども、羊羹を薄めに切ったやつだけ出しておけばなんとかカッコつくんじゃないのぐらいにはなってる。ありがたい話ですよ。あとなんか、カール。カール粉っぽいもん出すなそんなこと言っちゃいけない。美味しいよ、カールは。カール美味しいよ。全方位外。これこそ玉虫色の政治。はい。滝沢ふるさと交流館、チャグチャグホールっていうイベント会場でやりますよ。うん、はいはいはい、はい、出演者は、はい、この二人と、はい、ゲストに、シスガハルカ。シスすね。佐々木みこいちゃん。みここ、うん。そしてチケット3000円で。そう、これが安い。3000つったら今日はね。そうなんですよ。相当安い。CD も買いませんよ、3000円じゃ。うん。もうね。だって、その3000円でチケットとなんと、うん、番組オリジナル下敷きがもらえるんですよ。その番組オリジナル下敷きって何ですか？その手元にあるやつですよ。これですよ。さあ、こちら。一回じゃあ、その前回もやりましたけども、はい、その、浅沼くんの口でやる下敷きのビヨンビヨン聞かせていただいていいですか？わかりました。お聞きいただけますか皆さん。
奥様だけのサービスですよ。旦那様には内緒ですよ。はい、さあ、今のが、はい、まあ、相当、はい、口で下敷きの音を出すに関しては、はい、今のところ、まあ、世界ランキングでも7位に入ってるという。おーおーおー、まあ、浅村くんのファンファンでしたけど、じゃあ、実際の下敷きのファンファンはどんな感じなのか、はい、お聞きください。お、やっぱり天然物の音って感じしますね。ああ、その、ちょっと低いんだ。宇宙を感じる、そして水を感じる感じしますね。さすがですね。いざ、今のは口だったんだ。そうですよ、これ、ちょっと、今、ちゃんともう、ダウンロードしましたから、僕の中で。今のあれですよね、その、お袋からの手紙読んでたら、だんだんそのお袋が、オーバーダムみたいになってくるやつみたいな。下敷きを鳴らして、これ今下敷きですよ。から。これで6位になったかな。上にはほら、ヒカキンとかいいんでしょ、どうせ。どうせいるんでしょう。どうですよね。ね、どうでしょうね、うん。世界ランキング大会ですね。来年の4月となっております。下敷きって書いてある。そう、これ。音じゃなくよ。そうそうそう。下敷きをね、下敷きをですね、皆さんオリジナルで、うん、ちゃんとこの番組です、ね。ご用意しましたよ。これね、かっこいいですよ。そう。僕ら言うのもなんですけれども、うん、この間撮影をしまして。そうなんです。これかなりかっこいいですよ。いや、本当にね、下敷きこれ持ってたら、何それって絶対言われますもんね。授業中に透かしてノートにこう、二人の体書いちゃいますもんね。書いちゃいますよ。うん。アラフォーが、うん、なかなかなポーズ撮ってます。いや、本当に。うん。ね、これ、見合い写真使いたいぐらい。いや、顔ちょっと隠れてるけどね。顔ちょっと手かぶっちゃってるけど。あ、まあ、だからか。だからってなんだ、おい。お、なんだ、失礼。なんだ、浅野くん映ったか、どうですか?いや、俺ね、映画館で、映画見ると、映画の下敷き売ってたでしょ?売ってた。俺ね、少林寺のやつ持ってたんですよ。はい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 。ちょっとその感じ。あー、俺もなんか、スパルタン X とか、売ってた気がする。うん。だから意外とそれは、こういう映画見るんだ、みたいな感じにもなったの。なりますよ。そういう映画。こういう映画があるようになります。あ、これ自体は本当にそういう映画があるっぽいよね。うん。だからこれ映画があるようになりますって言ったら、映画があるみたいに見えます。だからこれを見て、その刺激された人がこれで物語を書いてくれたっていいぐらいですよ。なんか、だってこの番組のリスナーって50代のドクターとかいらっしゃったりするから、なんかね、映画監督とかいらっしゃってもいいよ。いいよってなんか。ね、映画監督がこの下敷き見てね、うんうん、その映画監督が岩手に来てもらわないとあれなんですけれども。そうだね。ねえ、うん、これを見て、ちょっと君たちどうだいと。なるかしら。いや、なってもおかしくないぐらいかっこいいですよ、これ。PV みたい。あー、そうですね。PV の一コマみたいな。うん。これも皆さんにね、早くお見せしたいんですけど。そうそう、それがついて3000円ですか。そうなんですよ。で、チケットは一般発売中。うん、はい。先着だそうですよ。あ、チケットが先着。そうか、そういうことね。あ、だから売り切れちゃったらストップしますよってことね。でも買えた人には皆さんに漏れなくプレゼントということで。はい。こちら楽しみしていただきたいんですが、はい。それに、合わせまして。合わせてってことでもないんですけども。久々ですがですね、うん、ちょっと、我々、この番組の、うん。物販物が。お、出た!新たにですね、作ることになりました。今まで何がありましたっけ?今までは、ミニチュアフード。ミニチュアフード。うん。あとは ?CD か。箱根編と、箱根の CD、うん、神戸編の。神戸編の CD。わけわかんねえ缶バッジ。あ、わけわかんねえ缶バッジ。それに続く。意外と作ってないんだね。おー、うん、確かに。そうですよ。それに続く。それに続く。はい。グッズが。グッズが。なんでしょう。なんと。はい。カレンダーです。イェイ!これはね、皆さん一年通してずっと我々思春期のこの二人とね、うん、過ごしていきたいという、うん、ね。困ったちゃん。困ったちゃんの、エフランソーの皆様にです。お届けする。怒られるで、そのうち。そのうちさ。この皆様に、向けて、カレンダー、うん。はい。カレンダーですよ。はぁ。もちろん我々がそのカレンダーの、その、うん、まあ、普通に考えるとその1月とか2月とかあるでしょ?そういうところに我々がちゃんと常に映ってると。はい。で、何月ね、暑い時期も、寒い時期もですね、我々と一緒に入れるという。
カレンダーでございます。素晴らしい。素晴らしい。これがですね、一般発売が12月18日。はい。で、響き EC ショップでの専門販売。はい、はい、専売でございますね。専売でございます。ただ、岩手のイベントで先行発売するかもだそうです。これまだちょっとね、まだごめんなさい、ほんとちょっと、やりたいんですよ。やりたいんですけども、うん、まだちょっといろいろありまして、うん、間に合うかどうかわからなかったりとか。そうっていう感じもあるんですけど、うん、ただこれね、今回カレンダーだけじゃないんですよね。なんと、はい、そうなんですよ。はい、あの、カレンダーを撮影した風景、はい、メイキングの DVD が、うん、そうこれね、俺どこまで言っていいんだろうこれ。俺ねでも久々にねこういう物販物でね撮り終わった後、うん、何回か思い出して笑ったりとか、おーちょっとたちょっとなんか物になる楽しみだなって本当に思う感じこれはね、うん、うん、もうね今この手元にカレンダーの写真がちょっとあるんです、はい、はいはいそうだわ、うわーすげーなこんなだったな我々が笑ってるだけなんですけど。ごめんなさいね。一日かけて。そう。撮りました。撮りました。これ、このカレンダーは世の中になかったですよね。なかったです、なかったです。これ、あ、いい顔してんな。これ、いいね。浅沼くんいい顔してんな。これですよ。もうほんと素敵。幸せになってほしい。6月の足崎さんの表情はたまりません。もうほんと素敵ですよね。うん、これ8月か。8月は8月で全然いいね。うんうんうん。なので、これ、一月一月、うん、僕らが一生懸命。そう。なんだろう、ただ撮影したカレンダーじゃございませんよ。だからね、これね、いや、カレンダー自体も本当に魅力的だと思いますけど、うん、DVD、その、まあ、メイキングの DVD を見て初めて、あ、なるほどね。うん。すごい浅沼さん、鷲崎さんと。なるほど。思って受け合いだね。普通に見たらだって普通のカレンダーだもんね。そうかうん、まあ、月によってはね。月によってはね、そうそう。うん、普通の、まあ。いきなりね、あの、うん、1月からちょっと変なんですよ。1月からちょっと割と、もっとなんとかなっただろうよ。これは、うん、ほんと自信を持っておすすめします。いや、ほんとに、俺ね、今年2015年ね、自分の CD が出て、自分の本が出たんですけども、うん、割とね、あの、物販物としては同じぐらい気に入ってますよ。ありがたい。ありがたいです、ね。販売物としてはね、割と同じ。あー、早く見てほしい。そう、言いたいの。言いたいんだけど。言いたい。うん、あの、ちょっとごめんなさいね、言えない状態なんで。ごめんなさい、ごめんなさい。カレンダーは2000円。はい。カレンダーだけ欲しい方は2000円こちらをお買い求めいただいて、うん、はい、このメイキング DVD 付きを買っていただけるのであれば5000円になっております。はい。DVD だけのじゃあ個別販売ってのはなしってことね。うん、DVD 付きかそうじゃないのか、カレンダーという、はい、ことでございます。これはね、でもね、DVD 付きをちょっとね、見てもらいたい。いや、そうですよね。いつものこの番組だったら皆さんご存知でしょ、うん、DVD 付きカレンダー5000円って言ったら、高えって言ってた。うん。ね、たけって言ってたんだけど、うん、これはね、ちょっと見てほしい。いや、これは本当にね、うん、このクオリティは、このクオリティはね、ぜひ皆さん、DVD を見ることによって、はい、ですよね。そうですね。うん、だから、もしも、なんだろう、ちょっとこれ、ずっとお家に飾っておくのはね、うん、それこそ、いろんな周りの人に内緒でこのラジオ聞いてるわっていう人は、うそうだな、10月を。10月はまあ、相当おすすめですよね。10月にしておけば、間違いなくおしゃれです。ちょっとなんかアートな感じしますよね、10月。ちょっとほんと皆さんにね、いろいろなことをお伝えできないのが歯がゆいですけども。歯がゆいんです。はい、久々の我々のその物販物でございますので。だからね、これ先行販売できたらいいですね、本当に岩手。いや、本当に岩手でね。うん。皆さんに本当に、もう、早くお届けしたいんですよ。で、うん、カレンダー自体がね、まあ、一般12月ですので、うん、もちろん1月からのカレンダーとなっておりますので、うんうん、ね、来年、2016年は我々と共に過ごそうと。はい、よろしくでございますので。あと、岩手のイベントで、ガチャガチャを再販するかも。まあ、これどうでもいい。どうでもいいですね。どうでもいいです、ね。ガチャガチャって、ガチャガチャって。あ、一応缶バッチでしょ。缶バッチですでしょ、うん。これ大丈夫です。うん、これは皆さんですね、忘れてください。一回。一回忘れてください。あ、わかんないわかんない。じゃあ小銭だけ持ってきて。うん。やるかどうかも皆さん次第ですけども。そう。うん。はい、まあこれに関しては別にそう。いや、これでね、ここでちょっと僕エピソードがございまして。はいはいはい。
あの、ずっと岩手から無視されてきた男、浅沼慎太郎、うん、はい、この間、岩手日報さんから、取材のお話来まして。どうしました？このラジオをね、はい、聞きつけまして、あらあら、取材っていうのが事務所にこう来たんですよ。はい。行ってやりました、僕。あら、これはもうガツンと言ってやると。今頃のこのこ来やがってヘルケル、おい、塩巻いてやる。おい、塩だ塩だ、うん、つって。で、うん、喜んでお受けさせていただいて、用意した塩は T ボーンステーキにかける。いい具合の 塩加減でね。むしゃむしゃと食べながら、取材を受けさせていただきました。ありがとうございます、岩手日報様。すごい、はい、来たじゃない。だからね、いずれ、乗ると思うんですけれども、うん、いやーもう多分母親からすぐ電話かかってくると思うんですけども、あんた乗ってるやんか。そうそうそう、なんで関西弁。このイベントのこともね、うんうん、告知してくださるようですよ。あら、本当に、うん、じゃあ来ちゃうね。来ちゃいますね。来ちゃうね。岩手のローカル番組に僕らがこう、はい、僕ら僕らがチラッとこう出ちゃうかもしれません。僕らっていうのは僕も入ってます。もちろんでございますよ。そんなのもちろんです。縁もゆかりもないですよ、僕、岩手。いや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 。いや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 、じゃなくて。いや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 。わたい、関西断念。わたい。関西断念。おま、関西でおま。もう、そうやって本当に喋っちゃう人がいるんだから。いいの、それで。一番怒るでしょ。そうなんだ。あ、じゃあもう、じゃあ行かなくていいじゃん、岩手のイベントなんて。ダメでしょ。だってもう岩手日本に乗っちゃったんだから、もう夢叶っちゃったじゃん。違う違う、行くから取り上げてくれてるんですか。あー、これ、そうか。そうそうそう。仕方ないね、じゃあもう。もう仕方ないっていう言い方はあれだな。あれだぞ。おい。おい。ゆかりもないからって、おい。だからなんか、うん、僕の気持ちとしては、うん、千菅はるかのバーターみたいな。まあ向こうの方が先に乗っちゃってますからね。そう、だからそれで行くつもりですし、うん、レコードショップにね、うん、挨拶回りみたいな時には、僕スーツ着て、ついていくつもりです。マネージャーじゃない、マネージャー。そうですよ、ね、バーターですから、うん、もうそんな前に出るみたいな。そんな前にですよ。ね、下からこうグッと千菅はるかを支えていこう。支えて、で、うん、できれば僕の方にも、みたいな。うん、え、じゃあ俺どうする？それは、だから、なんか、なんとか大使になればいいじゃないですか。でも、千菅さんと一緒にですよ。じゃあ俺、みこいちゃんと。そうですね。何やる？ミルキー、今から盛り上げる？今から、俺にできることあるかな？ミルキー。だから、うん、鷲崎さんは、神戸出身ですけれども、はい、全然岩手の、なんか、親善大使的なことやっていいわけですよ。まあもちろん僕も第二のふるさとだと思ってますしね。わし平でーす。違う違う。だから、キッタさんだってね。キッタさんだって別に栃木出身じゃないのに、うん、宇都宮にはもういっぱいポスター貼られてるわけですから。まあそうですよね。うん、だから全然別にいい。そうかそうか。じゃあ、これちょっと言いづらいんですけど、もうすぐね、もう我々で岩手、ね、うん、行くわけじゃないですか。うん、皆さん故郷に意識を飾りね、そして、みこいちゃんと、ね、はい、千塚さんと連れて行くわけじゃないですか。うん、で、僕はちょっと初めてのね、岩手ですけども、今んところね、そんな分かってないんだよね、岩手のこと。大丈夫です。僕もそんな分かってない。いい思い出一個もないの？ちょっと一回休憩挟んで思い出します。そう、だから岩手を好きになるかどうか、このイベント次第だから僕。そうですよね。そうなんですよ。だから一生懸命、それは僕も客席に何人いるかわからない岩手県民に向かって、すごいいい顔しますし、うん、しますし、うん、それは、岩手を好きになってもらえるように、はいはいはい、鷲崎さんにしろ、うん、それからね、ディレクターの北迫さんにしろ、うん、そうだね。好きになってもらえるように。俺も好きになるかな？ジリさん。我々関西人が。ジリさんもね、北海道って近いとはいえ、やっぱり。近いからこそね。まあそうですね。ね。あんま行かないですよね。行かないでしょ？はい。すぐ行けると思ってますから。札幌ですもんね。札幌で。言うても都会ですもんね。そうですね。もうすぐ。漠然と北はもう俺、北海道があるからいいや、みたいな感じでいるじゃないですか。そうですね。ああ、なるほどね。でも、
なんだろう、都会とかっていう話出されちゃうと俺はもう、だんまりますけど、ね。そうだな。それ言うんだったらちょっと、ないわ、うん。そうそうそう。ちょっと押し黙っちゃうんだ。ご飯に合うおかずの話してんのに、ふりかけのこと言うなよ。言うなよ、ことですよ。それ出されちゃった。これは、ちょ、これは、分かったわ、そうですよ。これは、都会とかっていう話をしてるんじゃないですか。そうだよ。どこだって等しくアマゾンは作るんだから。アマゾンは配達されるんだからね。はい。なので、ぜひ、まだまだ大丈夫なんで、はい。応募の方よろしくお願いします。お願いします。思春期か。イメージしろ。ステージで広がるリアルなファイト。舞台カードファイトヴァンガードバーチャルステージ。チケットは各プレイガイドにて先行販売中。詳しくは公式サイトをチェック。教えて伊勢ちゃん。久々ですね。久々じゃない？教えて伊勢ちゃん。なんかやっぱり僕らがダラダラ喋ってメールを読まないっていうんで、今ね相当もう喋っちゃってますね。ね、メールが。あのさ、これさ、すって言ったら、すって言ったら、うん、10分です。オープニングで軽く喋って、島田さんがコールしてくれました、ありがとうね、朝ポーンなんつって、はい、さあここで皆さんお知らせがありますよなんて、すって言ったらもうね、これ10分です。そうか、うん、その時間の読みか。そうだね。なるほど、なるほど。うん。これ、もう一回取り直す最初から。タッチで、うん、タッチで言うと、達也が野球始めるまでに40巻くらい使ってる。相当でしょ？あー、相当だ。相当かかってでしょ？ボール縫うとこから始まってるみたいな感じだ。そうだね、そうだね。ドカベンがもう読んでも柔道部の状態です。スッと行こうと思ったら、悟空がずーっと恐竜にパンチしてる。脳が来る。ほら、もうこういうの。こういうの。どっちかが例えたら、どっちかが例えずにいられない、この勝負。これか、これか。これがダメですよ。思いついたら言っていいですからね。ジェニーさん思いついたら言っていいですからね。そしてね、はい、伊勢ちゃんのメールが見つかんないんだよ。あるよ、あるよ、頑張れ、探せ、探せ。どこ？さっき、持ってきたんじゃないですか？なんか例えててくださいって言ってますよ。そんな指示あります？ディレクターから。ちょっとメール来るまで例えててください。じゃあね、なんだろうな。こち亀で0個出てくるまでに40巻。同じだな、これな。同じ例えだわ。これ同じ例えだわ。来た！コンプレックスの歌がずーっと Be my baby, be my baby ってずーっと言ってる。あ、そうね、ディレクターが繋げた。じゃあ BGO に繋げたやつです、多分。ありました！もう！はい。もうなくしちゃダメだからね。はい。あ、キュン。高西さんからいただきました。伊勢ちゃんに聞きたいことは、うん、男女間の友情について。おー。これね、男性からのメールなんですけども、はい、僕には専門学校で出会った仲のいい女友達がいます。はい、二人でご飯に行ったり、カラオケに行ったりはもちろんなんですが、うん、去年は一泊二日で江ノ島へ海水浴に、はあ、今年の夏は二泊三日で日光に行ってきました。うん、当然二人きりです。うん、今年は関西に行く予定です、うん。このことを男友達に話すと、彼女だったらわかるけど、女友達と二人で旅行はしないよ、と言われました、うんうん。僕はその女友達と肉体関係はありませんし、恋愛感情もありません。うん、このことを言っても、嘘だよ、絶対やったでしょ、と言われる始末。いや、いいよ、いつそういうやついる。いるいる。この男女間の友情に対して女性からの意見をお聞きしたいです。これって、はい。その友達がどう思ってるかにもよりますよね。ああ、相手？うん。だから、そのタカニストさんが、うん、恋愛感情もないって、うん、一方的に思ってるだけかもしれないじゃないですか。ああ、そうか、そうね。その相手の子の名前がまあ書いてないか、うん、まあ、ユマサーマンだとして。ユマサーマンユマサーマンは絶対殺そうと思ってるよ。宇治端にないわ、宇治端にない。寝てる間にタカニストの、こめかみにナイフを刺そうと思っているよ、絶対に。こめかみってずいぶん刺さりにくいとこ狙うな。そうだね。一撃でやるんじゃない？大変なとこ行っちゃったけどもね。だから、要はその女の子だから、そのタカニストくんが、はい、
こうなんかこう言ってくれるとか、うん、告白してくれるとか、待ってるかもしれないな、うん、もしかしたら狼になってくれるかどうかね、狼になってきたら私が返り討ちにしてやるぞ。違う違う。だからこれだっつんだよ。これで伸びるっつんだよ。ね、うんうんうん、狼になってくれるの待ってるとかかもしれないわけじゃないですか。だからそれを抜きで、そう考えると。それを抜きで考えた方がいいと思います。うん。だって、男と女の間に友情っていうものは僕は完全にあると思いますし、友達付き合いっていうのもあると思いますけども、思います。男女二人だけだったらすぐにそういう関係で言ってくるみんなの方が、正しいのか、僕の方が正しいのかっていう問いなので、うん、その、今沢マンに関してはちょっと一回、忘れましょう。うん、ミラジョボビッチにしましょう。ミラジョボビッチにしましょう。でもどっちも割とさ、強いな。内股にナイフのあるパターンだよ。分解してしまってる銃を5秒で一瞬で組み立てれるタイプだよ。そうね。そうだね。僕はわかるんですよ。うん。僕ね、スタイリストさんと一緒に海外旅行行ったことありますし。うん、ああ、二人で。うん。へえ。で、いや、もちろん言われましたよ。うん。好きなのとか付き合ってんじゃないのって言われましたけど、うんうんうん、いや、全然っつって。うん。だって、買い物とか別々で、スタイリストさんだから、うん、買い出しにいろんなとこバーって行っちゃうし、俺は疲れてペーって寝ちゃうし。僕は、大学の頃に、旅行ではないですけど、大学の頃に、その、学校が僕家からすぐ遠かったんで、2時間ぐらいかけて帰ったんですよ。でも、夜ちょっと遊んだり遅くなるとすぐ友達の家に泊まってて、ほんと男のやつの家にも私、女のやつの家にも泊まってた。一人暮らし、下宿で、の、一人暮らしの女の子の部屋とかにも、ほんと普通に泊まってたし、みんなそんな感じだったけどな。別にそこに、なんら、その、あの多感な、二十歳デコボコの時代でも、別にそこになんか性的なものが入ったりとか、俺はだけど少なくとも全くなかったし、止めてくれる子もそんな感じじゃなかったと思うけど。だから、なんとなく、その、鷲崎さんのケースも、僕のスタイリストさんと一緒に海外旅行行くケースも、このタカニスト君のケースも、お互いに男女間の友情は存在すると思っている同士ですよね。そうですね。僕は割とあると思う。まあ確かにその、そうだなぁ。これ、お互いにパートナーがいるかどうかっていうのも、ちょっと、その、友情の成立かどうかとはちょっと別になってきますけども、お互いにパートナーがいるにも関わらず、そういう行動をするのは、お互いのパートナーにいらぬ不安を与えるんじゃないかというのはわかる。それはね。でもそれはまたその、タカニスト君はタカニスト君の相手、今様は今様の相手のこととの間の出来事なので、物語なので、ちょっとそれともまた違いますよね。そうですね。嘘だ、絶対やったでしょって、こいつ嫌いだわ。知らないけど。こいつ嫌いだわ。こいつは、こいつ腹立つわ。こいつ腹立つわ。誰だろう、スティーブ・ブシェミかな。そんなこと言わないか。あの渋いおっさんはそんなこと言わないよ。待って、スティーブ・ブシェミなんだよ。嘘だ、お前は絶対やってるに決まってるぜ。言いそうじゃない。言いそうじゃない。ねえ、ねえ。彼女だったらわかるけど、女友達と二人で旅行はしないよ。どうだろうなぁ。いや、例えばこれが、僕、マネージャーさん、男性も女性もいますけども、女性の場合って、地方イベントとか、あるいは海外イベントとかで、一緒だったりするわけですよ。それは仕事だからいいの？仕事の場合はいいんじゃないですか？多分この、この嘘だ、絶対やったでしょ。ブシェミ。ブシェミ。ブシェミ。なんで仕事と、仕事じゃ、そこになんかこう、ギャランティーが発生しない旅行。だってそれは行かなきゃいけない、お互いにそれがあるからだけど、その二人で旅行するっていうのは、相談してどこどこ行きたいね、みたいな。ああ、そうか、そうか。のがあるからってことなのか。でも別にさ、タカニストくんとさ、この、ユマサーマンだかさ、ミラジョボビッチだかはさ、同じ布団じゃないんでしょ？同じ布団じゃない。同じ布団だったら、ちょっと、俺だってちょっと、なんかこれ、別々の部屋にはならないかなって、思うけど。でも俺、大学の時、同じ布団でしたよ。客用の布団出すねって2つ並べて、3人で寝たりとか。ああ、そういうことね。いや、俺は、ベッドに1個で入るわけじゃないでしょって。ああ、さすがにそれはなかったかな。せめえし。男友達だって別に嫌だもん。
まあね。ゲット二人。まあ、俺と鷲崎さんね、すっげえ攻め風呂に入りましたけどもね。うん、詳しくは、箱根編の CD を聞いていただければ。どうなんでしょう。女の子からしてみたらどうなんでしょうね。うん。でも、まあ、そう思い込んでる人は、これ、思い込んでる人の数の勝負な気がするな。絶対できないですか？いや、別に全然できるけど、二つにしかもう分かれないと思う。うん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 。なるほどね、つって、変わることないんじゃないかな。だって変な話、おそらく二人でご飯を食べる、友達同士、男女の、うん、お互いにパートナーがいない、男の子と女の子がご飯を食べることについては、うん、全然ありっていう人が多いと思うんですよ。俺も全然ありだと思うし。多いと思うんですけれども、うん、結構、うんそれって付き合ってなきゃありえないでしょっていう人もいるんですよね。まあ、そうなんですよ。だからこれって、もう本当に、もう完全に何かでそう思う、至った。うん。から、なんとも言えないですけども。だから、下手したら、一緒に歩いているのすら、うん、好きでしょ、みたいな。その、男と女の間には基本的に性的なものがあって、それを気持ちとか努力で、それ、そうしないようにしてるんだ。っていう人と、うんうんうん、いや、違う違う、男も女も別に同じような付き合いの中で、うん、生まれた思いが恋とか、うん、いや、その後性的なものにつながっていくんだと、これ全く違う哲学なんで。うん、だから、そうですよね。ただよく言いますよね、その、男ってほら、絶対に浮気をする生き物じゃないみたいなことを言う女いるじゃないですか。いますいます。おめえがつまんねえ浮気する男と付き合ったんだけど、お前が、世の中の代表を気取るんじゃねえよっていつも思うんですけど。あと、男って、ああいう子好きだよねってすぐ言いません？お前が全人類の代、まあ俺らだって言うかもしんないよ。ラジオの中でそういう言い方してるかもしんないからごめんなさいだけども、うん、ね。男って絶対浮気をする。だから二人で食事をしたら、うん、それはもう、その先に、食事だけじゃないそういうことがあるんだって思うんだと思うんですよね。思ってるってことだと思うんですよね。もしくは自分がそうか。そう、だから、この、スティーブ・ブシェミね。はい、嘘だ、絶対やったでしょっていうスティーブ・ブシェミは、うん、絶対俺だったらやってるもんってことですよね。そう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 。そういうことですよね。俺やったら絶対やってやるもの。どっちかにしよう。吹き替えなのか、英語なのか。せめて、関西弁じゃないよね。なぜ関西弁だった？お好きなのかな？お忍びで京都なんていらっしゃいました。じゃあこれ女子に聞きましょうかね。そうですね、うん。俺ね、女性の方が多いと思うの。こういう経験。女性は、うん、友達だからこうしたのに好きになられちゃった。うん、なるほど。っていうやつ。うん、なるほどね。ただ CD 貸しただけなのに、うん、向こうが、うん、俺に CD 貸してくれたってことは好きに決まってるみたいな、うん。まあ、今ちょっと僕はその話の流れ上バカにする立場にいるけども、わ、うん、かる。わかっちゃうの。そうなの。だって、それで生まれたじゃん、あのハッピーエルム街は。うね。夢、なんか浅沼さんが夢に出てきましたって言うと、はってなるっていう。そういう生き物だからね。まあ、とは言いながら、俺はその大学時代の話もある。でもこれはあれだね。その、大学生っていう、なんかいろんなものを共有してて、大人でも子供でもなくてっていう、うんうんうん、特別な時代だったからだったかもしれない。確かに。うん、それ以降にそんなことあるかちょっと別に確かにないもんな。あの頃はそういう変に魔法がかかってた時代だったからなのかもしれない。確かに。うん、僕が言っても。まあね、だからこれも女性になんかこう質問したいですよね。そうですね。女性がタカニストさんのこの質問にどう答えるのかもそうですけど、はい、女性は女性で、これってどうなのっていうのを男性陣に聞くという。ああ、ね。うん。いいんですけどね。うん。本人同士が全然いいんだからいいんですよ、ね、いいと思いますよ。うん。まあまあまあ、これでもう統計をもうちょっと取りたいんでしょうな。タカニストそうですね。ちょっと撮りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、思春期アット響きハイフンレディオドット JP までお願いします。思春期が終わりません。思春期が終わりません。一人暮らしが終わりません。突然ですが、女性声優は全員生娘です。そんな生娘教の教祖、浅野真澄さんを中心に、響き当選の中で作った生娘ちゃんカルタ。
クリスマスブログはぼっちの生娘ちゃん、はい、またよりも口が固いよ生娘ちゃん、はい、こんな生娘の心構えがたくさん入った生娘ちゃんカルタ、響き EC ショップにて販売中。買ってくれたら嬉しいよ。はい、うん、鷲崎さんの CD やっぱりいいっすね。ありがとうございます。いや僕何回も聴かせていただいておりますよ、ね、ほぼ毎日ですけれども。ありがとう、本当に嬉しい。僕今日これを買いまして。そうなさいもないのだが、はい、これまでもこれが僕の初の本じゃないですか。はい、これ本屋さんに行って買ったんですが、今日持ってきてたのに、持ってきたらもう買いましたよって言われて、ありがとう、本当にありがとうね。いやちょっとね、物申したい。あ、なあれ俺怒られる、編集者にも怒られなかった。ちょっと言いたい。何僕もうすぐ舞台なんですよ。で、やっぱりこう、まあもちろんそれはね、演出家さんとか制作会社さんにももちろん最初に断ってたんですけれども、うん、まあレギュラーとかがあるんで忙しいですよね。他のキャストさんよりはそんなに稽古に参加できません、うん、でもまあもうできる限り頑張ってやりますんでっていうことで参加してるわけなんですけども、だから台本をねちゃんとこう読み込まなきゃいけない。まあもちろんですよ。これね、読んじゃうんですよね、台本を開かずに。私の、ええ、僕は電車の中で台本を開こうと思ったんですけど、うん、このなすもまさぬもないのだがこれまでもこれからもうだいぶ読んじゃったんですよ。これをどう責任取ってくるんですかね。これはちょっとじゃあその事務所をそして出版元に問い合わせて、うん、場合によればじゃ回収。思い詰めすぎ。でもねこれね本当にね持ち上げるとかそういうことねなしで言わせていただくと、はい、本当に受験生とか、うん、今試験勉強とか、うん、あとはなんだ年末だからね大掃除とか、うん、あるいは何年賀状書かなくちゃいけないとかっていう人ね、うん、そのタイミングで開いたらまずいよ。お、そんなに嬉しいこと言ってくれます。僕ねもう言いますよ、はい、二駅乗り過ごしたんですよ。これ読んでて、やった。いやそもそも論やったぜ。そもそも論僕本を読むのが遅くて、小説とか、うん、漫画だってすげえ時間かかるんですけど、僕エッセイが大好きなんですよ、うん、エッセイが大好きで、この大好きな鷲崎武が書いてる、はい、これはね早く気づくべきだった。電車で開いてはならない。まあもうね隠すのもなんなんだから、もっとちゃんと言いますね、はい、2駅乗り過ごした上に、はい、僕これエスカレーターに乗っても開いたんで、はいはいはい、全然わけわかんない出口出ちゃったんですよ。うわ、なんか友達の評価としてすごい嬉しいけど、だから、うん、もうこれがオンエアされてる時には、うん、もう本番も始まってちゃんとできているということを信じていますけれども、はい、信じていますけれども、はい、ごめん稽古は遅刻したんですよ、それ。本当に申し訳ない。それはさすがにこの本のせいですとは言えなくてね。いやいやいや、その僕のせいだし、そのよかった。じゃあ逆に浅沼くんがもしトイレでこの本を開いたら、うん、腸が出ちゃってたかもしれない。気づかず、もう気づかず踏ん張りすぎて腸が出ちゃってたかもしれない。そうですよ。いや僕ね、ほんとマジだよ、マジでこれ相方をよいしょとかじゃないんですよ。はいはいはい、はい、ありがとうございます。これはね皆さん書店に注文したりね、はい、してね、うん、これぜひ読んでいただきたい。ありがとうございます、嬉しい。なんかこれすごくいいエッセイの特徴だと思うんですけど、はいはい、中に知らない単語が出てくる。まあ分かりやすいので言えば鷲崎さんの本だったら、うん、アーティストの名前ですよ、はい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 、とか、そのアーティストの出した曲名、うん、アルバム名とかをちょっとこう調べたり、うん、あ嬉しい、なんか買いたくなるんですよ、ね。でもまさに僕は本を読んでるときそういう楽しみがいっぱいあったから、そういうのになったら嬉しいなとは思ってました。この野郎、この野郎、この野郎。
この野郎この野郎腹立つわあーよかった。で、ね、私が作ったものに触れて、あ俺が思ってるほど良くなかったらどうしようって不安もあるから、友達が作ったものに触れるときに、うん、なんかねそう言ってもらうとすごい嬉しいです。でね実際僕笑わせようと思ったんです今日、はい、10冊買いますって言って本当に10冊買ってきて笑わせようと思ったんです結構大丈夫です。だけど結構です。在庫がそんな10冊もなかったんで、そうですね、はい、まあとりあえずと思って買ったんですけど、はい、これをね僕ねあと9冊買いますいや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 大丈夫です。もう全然大丈夫ですか。いや違う、例えばうちのね周りのメンバーとかね、はい、このラジオ好きだって言ってくださってるね大石さんとかね、はい、ああね大石さん本当ありがとうございます。聞いてくれてるかな。もうちょっと悔しいわいや嫌ですよね。大体あのラジオのパーソナリティの相方を褒めるとかっていうのってちょっと嫌だじゃないけど恥ずかしいじゃないですか。どういていいか分かんないですよね。そうそうそう、うん、で褒められた方もどういていいか分かんないじゃないですか。これね変わった方がいいありがとうございます。いやいやいや、まあ、僕のはもう CD 本とね、はい、出ておりますので興味ある方はよろしくお願いします。はい、 あと僕が来年の3月にやるあの舞台なんですけれども、うん、それはあのちょっと検索で調べていただいて、うん、アベマリターレという、ではウニててね、はい、アベマリターレというコメディーなんですけども、はい、あのアイリスの芹沢優衣ちゃんとか、うん、あと、まあ、池田純也君とか、ほうほう、天心向井さんとかに出ていただく、はい、あのコメディーなんですけども、まあ、やるのは来年の3月で新宿なんですけれども、あのチケットの一般発売が12月5日なので、はい、あの面白いですね。もしよろしければいらしてください、はい、肩の力を抜いて見られるコメディですのでもしよろしければということで、はい、はい、いやー岩手が近くなりましたね。いやもう本当にねあっという間でございますので、皆さんそのカレンダーが売れるかどうかちょっと分かりませんけれども、うん、はい、あの売れるように頑張りますので、はいはい、よろしくお願いしますこれおすすめですよね。はい、相当気に入ってるので早くみんなに見ていただきたい。この番組で出した商品をこんだけおすすめしてるのってあのミニチュアフード以来ですよね。本当に、うん、CD の時だってね、うん、面白いかどうかわかんないとか、わかんないけどこの帯どうにかなんなかったのかとか、こんなもん売れるわけねえだろうぐらいまで言ってたのに、カレンダーとね DVD にこれはね相当今自信を持ってお届けしておりますので、はい、はい、ぜひお求めください。はい、それでは次回の配信12月2日になりますのでぜひ聞いてください。今回はこの辺でさよなら。